任天堂 3DS で新しく始まる動物の森での暮らし、のんびり自由気ままに過ごす動物たちとのほのぼの生活。飛び出せ動物の森。あなたは電車に揺られ新しい村へとやってきました。ちょっとした手違いからこの村の村長になってしまいます。村での生活は花を育てたり、虫を捕まえたり、魚を釣ったり、動物たちとコミュニケーションを取りながら気ままな毎日を過ごせます。村では現実と同じ時間が流れています。朝になれば村の動物たちも起き始め、夜になれば空には星が見えてきます。季節によって村の様子や景色も移り変わっていきます。季節ごとにあるイベントを楽しむこともできます。村の端にある踏切を渡った先にはいろいろなお店が立ち並ぶ商店街があります。雑貨を買い揃えたり、服を買って着替えたり、これまでになかった新しいお店も登場。たくさん買い物すれば商店街もどんどんにぎわっていきます。村長になったあなたは村の役場で村づくりを任されます。公共事業としてベンチや時計、街灯、橋などいろいろなものを作ることができます。村の施設を充実させることも。どんな村にするかは村長の腕次第。村の条例を決めることもできます。例えばお店の営業時間をいつもより延ばして夜遅くまで買い物ができるようにするなど、条例を定めることであなたの現実の生活サイクルに合わせて村の生活サイクルも変化させることができます。家具の種類が増えました。好きな家具を揃えて自分の思い通りの部屋作りが楽しめます。また村の中にあるリサイクルショップでは使わなくなった家具を売ったり、リメイクすることもできます。こんな部屋を作ることもできます。本格的に不動産屋を始めたたぬきちのお店では、家の増築はもちろん、扉や柵などを
お好みでリフォームすることもできます。商店街の向こうには様々なプレイヤーが作った家が立ち並ぶ住宅展示場があります。ここではすれ違い通信を通じて送られてきた他のプレイヤーの自慢の家をじっくり見ることができます。気に入った家具があれば買うこともできます。ローカル通信やインターネットを通じて友達の村へお出かけし、一緒に遊ぶことができます。村の桟橋から船に乗ると島へと渡ることができます。リゾート気分いっぱいの島には村ではなかなか出会えない虫や魚がたくさんいます。島では海に潜って生き物を捕まえる新しい体験も。ツアーに参加することで島の中でさまざまなミニゲームで遊んだり、ローカル通信やインターネットを通じて友達同士や知らない人とも遊ぶことができます。のんびり自由気ままに過ごす動物たちとのほのぼの生活。飛び出せ動物の森。いつも一緒でなくさないダウンロード版もあります。ダウンロード版が入った特別パックも。